どうも高井です。口下手でも信用されるたった一つのシンプルな方法、この本に書いてあることを全部実践すれば必然的にあなたの言葉は影響力を持つわけですが、それでもこの本全部実践できる人って少ないと思う。だから何か一つだけ実践するとしか何かっていうと、相手の目を見続けて話すっていうこと。その程度って思う人いるかもしれない。だけど相手の目を見続けて話す、もうしかも私の場合は相手の目を見続けてこうやって動画投稿してるっていう訓練も積まされたがゆえに、レンズを見て話すっていうことが人の目を見て話すことよりもある意味深刻で辛いことなんですよ。でこの訓練によってどうだろうなって考えてる時も相手の目を見て話すってことができるようになりました。これは訓練によるのです。あなたはどの程度できるか知りませんが、意図的に今からレンズから目を離しますよ。そうだなってこんな感じで相手から目を離して考える。こうすることによって相手からの視線というプレッシャーから逃れることができる。これってあなたにとっては一時的に目線を離すことによってストレスから解放されて、考えるという時間、プレッシャーから逃れるっていう心の余裕、それを生み出す作業なんですよ。ですが影響力としては下がってしまう。私はこうやって動画投稿を続けてきたがゆえに、おそらくあなた自身が思っている以上には相手の目を見て話せるようになっています。それでもいやいやそんな俺でもできるよっていうのであれば、ぜひとも挑戦してみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。